三重県英鈴鹿スポーツガーデンは、三重県鈴鹿市にある総合スポーツ施設。1992年から段階を追ってオープンし、球技場、プール、テニスコート、体育館等を設けている。指定管理者は、三重県スポーツ協会。2014年10月1日より、命名権導入により、三重交通 G スポーツの森鈴鹿となる。 メイングラウンドを含めた計5面のグラウンドはすべて天然芝であったが、グラウンドコンディション維持のために利用可能な時間は限られていた。この解消のために、第3グラウンドは総事業費は約1億900万円をかけて2009年4月に人工芝に張り替えられた。この事業は日本サッカー協会の都道府県フットボールセンター整備助成事業として4500万円の 女性金が交付された。ジャパンラグビートップリーグに所属するホンダヒート日本女子サッカーリーグに所属する伊賀フットボールクラブ区の市が公式戦を開催するほか、サッカーの日本フットボールリーグに所属する鈴鹿ポイントゲッターズがホームスタジアムとして使用している旅は主に同市内にある石垣池公園 AGF 鈴鹿陸上競技場を使用していた。また、 ビアティン・ミエが日本フットボールリーグに昇格した2017年には、準、ホームスタジアムとして5試合を行ったが、その年限りで撤退している。かつては日本プロサッカーリーグの試合も開催されたことがあり、名古屋グランパスが1992年にナビスコカップ1試合、1993年にリーグ戦2試合を開催したほか、2002年には、 セレッソ、大阪対大分トリニータの試合が開催されている。また、J サテライトリーグの試合が定期的に開催されていた。天皇杯 JFA、全日本サッカー選手権大会の会場にも使用される。ありがとうございます。